大中丸は1897年に浸水した大阪商船所属の火脚船である。日露戦争中に日本海軍により仮想巡洋艦として徴用され特務艦隊の機関を務めた。日露戦争終結後は商業航路へ戻ったが大東は戦争中の1944年4月に天マ大島沖でアメリカ海軍潜水艦の攻撃により沈没し、 160人以上の民間人が死亡した。津島丸などと並んで沖縄戦関連の遭難船舶として扱われることがある。本船は同系船2隻とともに大阪商船の台湾航路向け化客船として計画され、1897年にイギリスのサンダーランドにあるジェームス・レインゾー船所へ発注された。同年6月1日に浸水して、 台中丸と命名、竣工後に日本へ開港された。なお、同系船2隻も、台北丸及び、台南丸と命名されて竣工したが、台北丸は、日本への開港途上に、リスボン付近で沈没してしまった。総トン数は3300トン余り。3連星列シプロ機関1機スクリュー1軸により、高快速力13ノットを発揮でき、当時の日本商船としては、 最優秀の高速船であった。日本へ到着した、台中丸は、台湾総督府による、命令航路の神戸港イコール文字港イコール、長崎港イコールキールン港船へ就航した。同航路へは、姉妹船、台南丸及び、台北丸の大船、福岡丸も就航し、月に3便の定期運航がされた。日本陸軍の海上輸送拠点であった宇名にも、 必要に応じて帰港する定めとなっており、大中丸も1898年3月10日に神戸港を出港後、宇品に立ち寄って陸軍部隊を収容した記録がある。1904年初頭に日露戦争が差し迫ると、大中丸は1月11日に仮想十二洋艦と定められ、翌日に日本海軍との要戦契約が結ばれて、呉軍港へ開港された。 1>, 1月13から22日に改装工事が施され、暗式12母側射砲を船首と船尾に1門ずつ、1047mm 側射砲を船橋路前後両舷に1門ずつなど、兵器や通信設備を装備した。船室が広く居住性は良好だった。なお、姉妹船、台南丸も同年1月7日付で同様に、徴用されている。 1904年2月6日、日本の連合艦隊は、大ロ海戦に備えて、佐世保軍港を続々と出撃し、大中丸もこれに従った。翌2月7日、日本艦隊は、朝鮮半島沿岸を作戦行動中、沖合急帰りの地点で、ロシア商船、ロシアと遭遇した。新川沖海戦における日露の戦闘勃発前で、あったが、日本側は、 通報艦、タツタにより、ロシアを打破した。タイ中丸は、タツタから、ロシアを引き取り、佐世保まで栄光した。開戦後、タイ中丸は、戦時艦隊集合地校無部の上官として使用される、ことになった。旅順後位戦の間、朝鮮半島の八口浦や三島半島沖の、浦朝鮮列島病地に停泊し、艦船や海軍陸戦隊への補給や、 郵便物の受け渡しなどの通信業務、根拠地の整備作業の母艦などとして活動した。旅順陥落後、太中丸は、全身根拠地における港部の任務を大連防備隊へ引き継いで、佐世保へ帰還した。1905年1月22日から3月7日に、佐世保海軍交渉において、追加改装工事が施され、通信設備や、砲座の補強、病室や、 郵便室の新設などが行われた。整備の終わった、大中丸は、新設の特務艦隊の機関及び艦隊付属校、無部の上官として使用されることになり、1905年3月10日には、日本艦隊の新たな根拠地が置かれた陳海湾に、進出し、補給業務や、付属仮装法艦11隻の母艦任務などに、従事した。 5月27から28日の日本海、海戦時には、沈海湾に残留して、無線電信及び、沖縄丸により付設された海底ケーブルを用いて、通信任務を担当し、大本営や各地の海軍防老と、前線艦船の通信を中継して、戦況情報を次々と送っている。7月29日まで沈海湾に留まり、その後、 津島の小崎湾で9月16日まで港務部としての任務を続けた後、佐世保へ帰還した。11月4日の特務艦隊廃止と同時に、呉軍港で現状復旧工事に着手し、同月27日に海軍将兵の退官が完了した。1905年12月に徴用解除となった台中丸は、同月25日に台湾航路へ復帰した。航,航路は、 当初の台湾航路から、大連広域命令航路、神戸港イコール清津港、有機港間の朝鮮北部航路、大阪港イコール那覇港間の沖縄航路などへ適宜、移籍している。商船として、運航を続ける一方、シベリア出兵の際には1918年8月に、日本陸軍により徴用されて、1919年10月に、水見南丸と交代するまで、 部隊や避難民の輸送に従事した。1928年の三島出兵の際にも陸軍に徴用されている。1941年12月に太平洋戦争が勃発しても大中丸はすぐに徴用を受けることはなく商業公開を続けていた。1943年3月に日本陸軍により徴用されて沖縄、台湾方面での輸送任務に従事するが、 1944年4月に徴用解除となった。そして、鹿児島港イコール那覇港間の商業航路に就航することになったが、後日のように同年4月12日にアメリカ潜水艦の攻撃を受けて沈没した。商業航路に復帰した太中丸は、鹿児島から那覇へ向かうため、5層船団のシカレーレイ4船団に加入した。カレーレイ4船団は、 鹿児島から那覇へ向かう船団で、加入輸送船は、大中丸の他に、なぜ丸、上尾丸、天もい丸、第十二南新丸の総計五隻。護衛は、第一海上護衛隊の付設艇、円が全区間で随伴している。1944年4月10日、鹿零零四船団は、鹿児島を出港した。戦団は護衛の、円を先頭に、単純陣を形成し、 体中丸の後に、アモイ丸と、第十二南新丸が続行していた。4月12日午前2時5分頃、奄美大島西方北伊28度08分、東計128度57分、北伊28.133度,度、東計128.950度、28.133、128.950の地点に差し掛かったところで、体中丸は、左辺から、魚雷攻撃を受けた。 これは、アメリカ潜水艦、ハリバットによる襲撃であった。春が隅の中で魚雷の接近に気づいた、大中丸は、回避運動を試みたが、二等戦室と二番戦争の間付近に魚雷が命中し、爆発で船体が切断された。乗船者らが退去中に二発目の魚雷が命中し、大中丸は、最初の日雷から約三分の短時間で沈没した。 日本海軍は、直江の、縁に加えて、第49号区船艇、第87号区船特務艇、不設艇、荒井崎、護衛用、漁船7隻と航空機を急破して、同日午後2時まで、対戦相当を実施し、爆雷攻撃により多量の気泡が湧き出したため、敵潜水艦一隻撃沈確実と判定したが、実際には、ハリバットは健在であった。遭難時の、 体中丸には定員を大きく超える250人の乗客が乗っており、親子連れも含まれていた。夜間に短時間で沈没という悪条件のため、乗客154人と乗員10人という多数が死亡した。犠牲者数を約180人とする文献もある。体中丸の遭難は、津島丸や宮古丸、水見南丸などと並んで、 沖縄戦関連の戦没戦事例として取り上げられることがある。1987年に那覇市若狭の朝日川岡公園に海なりの像と題する慰霊碑が建立され、2007年には犠牲者名を記した国名版が設置されている。また、2001年には日本政府主催で津島丸遺族などと行動の養生慰霊祭が客船、富士丸を使って行われた。 本線での民間人死者について、津島丸や地上戦協力死者と同様の日本政府による経済的保障を求めるものもある。日本政府は地上戦協力死者のような国との雇用関係に順じた関係や、津島丸のような沖縄戦目前の国家政策による学童疎開という特別の事情は認められないとして、年金給付等の対象にはしていない。 1> 第1海上護衛隊の戦時日誌には、特設総改艇、第8長雲丸と特設苦戦艇、第3号報告丸の名も護衛艦として挙がっており、一部は天見大島の小宮で合流したようであるが、詳細不明。ありがとうございます。